大賀さんで勝ててない、そんなニュアンスではある、現状の悪さは。いい面もある、悪い面もある。ともかく大賀さんで勝てれば進む話だが、そこで勝てないのは正義、それではないから、だ。わかってはいても、面白くないゲームが悪い、のか、あるいは。難しい、という感覚の向こうに、これは間違ってる、という、それは大賀さんの声だろうか、それがあるという、それは逃げか、それとも。面白くない、悲観か否か。売れなかったゲームに、結構な確率で、悪くない、を言ってしまう自分の感覚は、果たしてどこを進むのか。昭和の頃は、あるいは平成も、O の S、そこにいた奴にかなり制御されてしまったが、今は薄れつつあり、声をなくし、ノイズだけをつぶやき続ける、理解としてはそんな、それは無意味になったとしても、審判は審判。